BJ リーグ2012から13は、2012年10月6日から2013年5月19日まで、日本各地で行われたバスケットボールプロリーグである。2012から13シーズン参加チーム2012から13シーズンは、群馬県、奈良県、広島県、鹿児島県の他に3団体が正式に申請を行った。その後、新規参入チームの確定と発表が行われ、以下の2チームの参入が決まった。青森県も新規参入が確定していたが、スポンサー確保が難航しているために2012から13シーズンからの参入を1年延期することになった。2012から13シーズンでは21チームが以下の2つにカンファレンス分けされた。ホーム&アウェーにより、同一カンファレンス所属チームとは4回戦、または6回戦争あたりで、別カンファレンス所属チームとは2回戦争あたりで、合計52試合を行う。順位は、各カンファレンス内で52試合の勝敗等により1位から7位までの順位を決める。そして、レギュラーシーズンでカンファレンス上位がプレーオフに進出。今シーズンより、チームの契約できる、外国人選手の数が4名と数と減となった。また、第2クォーターと第3クォーターに出場できる外国人選手の数は2名となった。いずれも日本人選手の出場時間増加を考慮したもの。緑色がプレーオフ進出。ありがとうございます。